そこのみにて光り輝くは佐藤康史による日本の小説。1985年文芸11月号に掲載。1989年に書き下ろしのエピソードしたたる日の雫にもを加え、川出処方新社より書籍が刊行され、第2回三島幸男賞候補となった。また本作を原作とした映画が2014年に公開された。監督は五味穂。 主演は、綾野剛。ゴ配給は、東京テアトルと函館シネマアイリス。レーティングは、R15。A 代は、ザ・ライト・シャインズ・オンリー・ゼア。第87回アカデミー賞外国語、映画賞部門に、日本代表作品として出品されたほか、第38回モントリオール世界映画祭、最優秀監督賞、キネマジュンポーベスト101位のほか個人賞3部門を、獲得した。 同じく佐藤康資源作による解短史助系、オーバーフェンスと共に函館三部作と位置づけられる。2014年4月12日より函館シネマアイリスで先行上映。4月19日よりテアトル新宿、ヒューマントラストシネマ、有楽町など全国での公開を開始。日本経済新聞の映画表は今年有数の傑作として5つ星をつけた。 海外の映画祭では2014年8月に第38回モントリオール世界映画祭コンペティション部門に出品され、第87回アカデミー賞外国語映画賞部門に日本代表として出品された。ありがとうございます。